おはようございます。今日はですね、ミックスボイスについてなんですけども、ミックスボイスの質問がうちにたくさん来るんですよ。それでちょっと思うことがあって、ミックスボイスに対する僕の最新の見解を語っていこうと思うんですけども、どういう質問がうちに来るかっていうと、僕はもともと声があったかくないし、高音も地声でこのぐらいまでしか出ませんと、裏声もこのぐらいまでしか出ませんと。でもミックスボイスで C5 が出せるようになりたいとか、 D5 が出せるようになりたいとかっていう質問がたくさん来るんですよ。でちょっとこれについて話していこうと思うんですけども、なんでこんなに多くの方々がミックスボイスで高い音を出せるようになりたいかって言ってるかって、まあ、当然高い音を出せるようになりたいからなんでしょうけども、今 YouTube とかネットでもミックスボイスに関することがたくさん載ってるじゃないですか。僕は最近あんまり見ないですけども、腐るほどありますよね。ミックスボイスはこうやったら出せるとか、ミックスボイスはこれですぐ出せるようになるとかって言ってるのがたくさんあると思うんですよ。でそれでみんながそこに食らいついてミックスボイスって言ってるんだと思うんですけども、僕の見解ではミックスボイスっていうのはもうめちゃくちゃ簡単なものなんですよ。そんなに大騒ぎするようなものではなくて、多分うちのレッスンにいらっしゃってちょっとしたらすぐ出せるようになると思います。もう何の苦労もなしに。僕はレッスンでミックスボイスのレッスンっていうのはしてないですけども、地声の音域がそもそもめちゃくちゃ上がっていくので、僕のレッスンで、だから地声の音域が上がっていくっていうことは発声がある程度良くなってるってことですよね。発声がある程度良くなればミックスボイスに切り替えていくことも簡単になるわけですよ。だからなんでそんなにミックスボイスでみんなが苦労してるのかっていうのが、ちょっと僕はかわいそうなことだなと思ってて、こういうミックスボイスはすぐ出せるようになるとか、こういう風にやったら出せるようになるって言ってる方々って、もともと歌える人たちなんですよ。そういう人たちってもともとのポテンシャルが高いんですよ。そういう方々にとってミックスボイスっていうのは簡単に出せるんですよ。でも一般の方々ってそうじゃないんですよ。うちも毎週新規の生徒さんがいらっしゃるんですけども、その新規の生徒さんたちの発声って、初めからある程度いい声が出る人なんかほとんど見たことがなくて、ほとんどの人たちが発声がもうむちゃくちゃなんですよ。その状態じゃ当然ミックスボイスなんか出ないし、ある程度喉が開くようにならないとミックスボイスなんか出るようにならないですよ。僕以前の動画でもともと歌が上手い人と、もともと歌が下手な人の話しましたけども、そういうミックスボイスをこうやったら出せるようになるって言ってる人たちっていうのは、もともと歌が上手い人たちだと思うんですよ、ほとんどの人が。でももともと歌が下手な人たちっていうのは、しっかり呼吸とかから覚えていって、喉を開けることも覚えて、その後にミックスボイスやらなきゃ、もう喉がめちゃくちゃ締まって、もう呼吸ももう全部胸に入ってる状態で、発声練習やってあーみたいな状態になってる人がミックスボイスで上の C5 とか D5 とかを出すっていうのは、それは無理ですよ。なのでもともとポテンシャルが高い人っていうのは、確かにそういう動画を見てから出せるようになる方もいるかもしれないんですけども、それができない人っていうのは、逆に言うと、まあ、一概にポテンシャルが低いとは言えないんですけども、現在の発声が相当悪い可能性があるんですよ。でその相当悪い発声でミックスボイスを出そうとしても、もう絶対に出ないので、しっかりそこは、まずは呼吸とか、ささやミックスボイスを出す上で覚えなくてもいいんですけども、まずはそういう呼吸とか喉を上げるとかっていうのをしっかりできるようになった後にミックスボイスを出していくっていうことを考えるのはいいんですけども、それをやらないで、まずミックスボイスっていう風にやっちゃうと、本当喉壊すので、そこは気をつけていただければと思います。ミックスボイスっていうのは絶対みんなが出るようになるし、決して難しいものではないんですけども、そういう今僕が言ったことをわからないでずっとやってると、もう喉も痛めますし、何年やってもミックスボイスができないっていう状態になってしまうので、そこはまず正しい発声を身につけた後に、次の段階に進んでいっていただければと思います。はい、今日も参考にしていただければと思います。ありがとうございました。